まあ、福島の今 の, そのリアクターの中がですね、まあ、なんていうか実際にそのデブリ状態になっているものが、そのデブリ状態になっているものがどこまでどうなのか、これは本当に技術の開発でその廃炉に持っていけるのか、もしいけるとしたらどういう困難があるのか、どのぐらい時間がかかるのかとかですね、そういうことを、まあ、ちょっと小出さんのご意見をお聞かせ願いたいというのが一つと、もう一つできればですねお聞きしたいのは、本当は今現在でも福島というのは海洋を汚染しているはずなんですよね。これはどのくらいの影響力を持っているのか、世界に対してどんな迷惑を今でもかけているのかということが、その規模感というのがちょっと知りたいんですけど、よろしくお願いします。はい、デブリと私たちが呼んでいる溶け落ちた炉心ですけれども、それが今現在どこにどういう状態であるか分かりません。私も分からないし、東京電力にも分からないし、国にも分からないという、そういう状態になっているわけです。事故から7年7ヶ月以上経っているわけですけれども、それは分からない。なぜなら現場に人が行かれない。東京電力はロボットを行かせようとしましたけれども、ロボットって被爆に弱いんですね。ロボットってコンピューターで動いてますけども、コンピューターの命令0か1かしか言葉がないんですね。でそれが IC のチップに書いてあるわけですけども、 IC のチップに放射線が飛び込んできて、もともと0と書いてあったところが1になってしまう、あるいは1が0になってしまう、あるいはその文字が消えてしまうということになると、命令全部変わっちゃうので、結局もう動けなくなってしまうということになって、東京電力が送り込んだロボットはもう全部返ってこれないという、そういう状態になっている。で一つだけ私はやり方があるということをずっと前から言っていて、それが胃カメラなんです。要するに人間の手でカメラをずっと手で差し込んでいけば、差し込んでいって、そのカメラの先端が現場まで行くことができるなら何がしか見えるはずだということを言っていたら、去年の1月だか2月だかに東京電力はそれをやったんです。で、まあ、元々炉心があった真下までそれを入れたんです。そしたらその場所を作業員が、被爆労働者が作業するためのグレーチングという鋼鉄の足場があったんですけど、その足場がもう 大きな穴が開いて、下に何か物が落ちているということは分かった。つまり、まあ、溶け落ちた炉心がその落ちてきて、その作業員の足場を貫いてまたもっと下に落ちているということは分かったんですけれども、その下はどうなっているかまた分からないという、そういう状態のままなんです。でその時にですね、実はもう一つ重要なことが分かったのです。胃カメラは格納容器といっている、まあ、放射能を取り込める最後の防壁のもっと外側に人間がいて、まあ、比較的安全なところからパッて差し込んでいくのですけれども、格納容器の壁を抜けたところでまずはすごい被曝の高いところがあった。それでどん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 差し込んでいって、最後その圧力容器といっている炉心のあったところの真下まで行ったら、むしろ線量が減ったんです。それで国と東京電力はそのデブリというものに関しては、いずれそのどこにあるかを突き止めて、上から覗いて上に吊り出すという、そういうロードマップというのを作っていて、でそれが30年から40年かかって、取り出して事故を収束させるという、そういうロードマップだったんです。でただ上から覗くとして、もし作業員がむき出しのまま下を覗いたら、作業員被爆して死んじゃうぐらいの被爆量になってしまうので、覗くためにはまず格納容器の中全部水浸しにして、水で放射線を遮蔽しないとその作業に行かれないという、そういうロードマップだったんです。ですから、まずやらなければいけないことは、格納容器今はもうボロボロに壊れていて水が全くたまらないんですけれども、その格納容器のどこが壊れていているかということを見つけて、そこを修理する。で水を入れて少したまるかもしれない。そうするとまた多分また漏れると思うので、どこが漏れてるかを探してまた修理をしてということで、まあ、最後まで水を入れて取り出すんだという、そういうロードマップだったんです。でもそんなことできっこないと私は言っていたのです。未だにどこが壊れてるかもわからない
わけだし、どうやって直していいかもまだそんなこともわからない。一箇所直してまた次のところでまた破れてるので、またそれをどう見つけて直すというようなことを繰り返す、それこと自身がまずできないし、仮にそれが全部できたとして水浸しにできるようなことになると、それもまた一つ危機を迎えると。なぜかというと、格納容器というのはもともと水を入れるなんていう設計になっていないんですね。窒素をまあ充填するという、そういうものですから、水なんかを満タンにしたのがそれで壊れてしまうかもしれないので、それもできないと私は言っていた。で、仮にそこまでうまくできたとしても、水を張って上から覗くとデブリのある場所は30メートルから40メートルの底なんです。そんなところにあるものをうまくつかみ出すなんていう道具はもちろんないわけで、これから開発すると言ってるわけですけれども、そんなものも多分作るだろうと言っていたのです。で、一番問題なのは、国と東京電力のロードマップはこうやって上から覗くと見える場所にあると。つまり、もともと露出になった原子の圧力容器というものの真下にまんじゅうのように堆積しているというのが彼らのロードマップで考えている考え方なんですけど、今聞いていただいたような、その真下というのはペデスタルというコンクリートの円筒形のコンクリートのその壁の中という、そういうことなんです。もしそこにあれば上から覗けるんですけれども、今聞いていただいたように、実はもうその場所よりも外側の方が放射線量が高くなって、つまり溶け落ちた露心というのはペデスタルという真下にもうないんです。外側に流れて出ていってしまっているということが確定したわけです。そうなると、どんなにうまく水が張れたとしてももうダメなんです。取れないんです、上からやっても。それで東京電力と国はロードマップを書き換えたんです。で、水を入れることも難しそうだから、水を入れるのは諦めた。それで上から覗いても見えないだろうから、しょうがないから今度は上からじゃなくて土手っ腹に穴を開けてその溶けたデブリを掴み出すというようなロードマップを書き換えたんですけれども、なんでもともと水を張ろうとしたかというと、そうしなければ労働者が作業できないからだったわけです。そんなもん土手っ腹に穴を開けてやろうなんて、もう膨大な被曝になってしまうということで、結局できないようです。ですから私はデブリを取り出すという、そのこれまで国と東京電力が言ってきた考え方そのものがもう間違いだと私は思っているというか、ずっとまあ当初から言っていたんです。デブリを取り出すことはできないから、この場で封印するしかないというふうに言ってきました。で、それは旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所の事故があったときにソ連がやったことなんです。この石棺というものを作って原子炉建屋全体を封印してしまうということをソ連はやりました。で、初めに作った石棺は30年経って、2016年にもうボロボロになってしまったので、2016年の11月に第二石棺というさらに巨大な容器、それも石じゃないんですけど、この鋼鉄製の容器でその石棺全体をまた覆うということをやったのです。ですから第一石棺が壊れるまで30年かかった。じゃあ第二石棺はどうなるかというと、寿命100年だという。つまりソ連という国は130年間は手がつけられないと溶け落ちた露心に。で、130年経った時にまた次のことを考えようという、そういう時間の長さでものを考えているわけです。で、じゃあ130年経ってどうなるかというと、場合によってはまたその上に第三石棺という大きなものを作らなければならないという、そういうことになるかもしれないです。で、私は福島もそれをやるしかないと思っています。もう取り出すということはもう完璧に無理なので、やめてまずは閉じ込めるということをやるべきだと思っています。ただし、チェルノブイリの場合は壊れたのは一つの原子炉の地上部分だけだったんです。地下の部分は労働者たちが膨大な被曝をしながら健全性を守ったんです。ですから石棺は地上だけに作るということで済んだ。そのためにソ連は60万人から80万人と言われるような軍人、退役軍人、労働者、一部囚人という人たちを被曝させながらやったのです。福島の場合は1号機、2号機、3号機と3機が壊れている。それも地上が壊れているだけじゃなくて地下も壊れている。ボロボロにもうなってしまっていて、地下水が堂々と原子炉建屋の中に流れ込んできているという、そういう状態になっているので、福
島で石棺を作ろうとするなら地上部分地下部分それぞれ3基ずつ作らなければいけないということになりますので膨大な作業になるし何年かかるかわからないしどれだけの労働者が被爆をしなければいけないかということも分かりません。何十万人あるいは何百万人という労働者がこれから必要になってくるわけで、まあ、これまでもすでにもう外国人労働者が現場で働かされているという情報が時折出てきていますし安倍さんなんかは最近になって海外からの技術者だけ入れるなんていう人間として扱わないでとにかく労働力技術としてだけを集めてくるというようなことを言い出しましたけどおそらく福島というものを意識した上でそういうことを言ってるんではないかと私は思っています。そういう作業がこれから何十年も続いていって仮に石棺ができたとしてもそれが100年200年という単位で維持しなければいけないというそういうことになると思います。もう一つあそうか、今海へ流れていっているものですけれども今現在もそれにもう手の内もないんです。地下水がどんどんと建屋の中に流れてきてしまっているわけでもうどこにあるかわからない炉心と接触してしまっているわけです。ですからもう毎日毎日汚染水というのがどん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 増えてきて、まあ、これまでは敷地の中のタンクに溜めてきています。でも敷地はもちろん限界があるわけであってタンクもいつまでもできるわけではありませんからいつの時点かで流すしかないのです。で今国の方はトリチウム水と呼んでいる比較的きれいなものを流したいと90万トンぐらいあるんですけれどもそれを流したいと言ってるのですけれどもそのトリチウムというそのもの自身も放射能ですのでそれを本当に海へ流すなんていうことをやっていいかどうかというそのこと自身が問わなければいけないと思います。それでじゃあどのくらいのものなのかということですけれども例えば福島第一原子力発電所の事故で、大気中に流したセシウム137の量というのを今日あのスライドでも見ていただきました、広島原爆の168発分なんですけれどもそれを大気中に出して、ほとんどは太平洋に流れていって日本国内に 16% で広島原爆27発分が落ちているんですけれどもでは広島原爆168発分のそのセシウム137というのはどれほどかということが問題になるわけで、人間がこの地球というのを放射能で汚したのはもちろん福島の事故が初めてではありません。それより前にチェルノブイリの事故もあったわけだし、軍用の事故原発の事故というのも原子炉の事故というのもあったわけだし一番最悪なのは大気圏核実験大気圏内核実験です。まあ、広島長崎ももちろん一つその実験といったら失礼だけどそれの一部ですけれども連々と米国とソ連の間で大気圏内核実験競争がなされてきて、セシウム137の放出量で言えばその、まあ、福島は168倍だと日本政府が言ってるわけですけれどもそれの60倍をすでに出しているんです。大気圏内核実験でですから、バッとやって何の防壁もないまま大気中にばらまくということでも実験やってきたわけでもう膨大なものをすでにもう人類は地球上にばらまいて汚染をさせてしまっていたというそういう状態なんです。そこに今福島の事故でまた新たに汚染を上積みしたし今も防ぐことができないまま出しているというそういう状態なんです。それでも、まあ、このままの状態で推移していって仮に広島原爆1000発分出すということになったとしても大気圏内核実験の汚染に比べればまだましというそういうことになってしまうと思いますし、だからこそ、要するに世界中全部汚しているわけですけれどもなんでそのじゃあ世界の各国が文句を言わないかといえば例えば米国なんかはもう世界最悪の汚染を生じた張本人なわけであってその米国が日本にお前セシウム出したのって言ったら自分ももっと出してるわけですので多分米国の方から何がしかの抗議が来るというようなことはないだろうと私は思います。まあでも他の国は言う権利ぐらいあると思いますのでどんどん日本に対して声を上げてほしいと私自身は思っていますけれどもでもまあいかんせんとにかく大気圏内核実験がひどすぎるというそういう状態です。一つ僕に言わせてくれない？はい。実はね、
あの60万人からの被爆労働者を出した話があったでしょ、チェルノブイリね。実際に死んだのはね、2万5000人いるんですよ。2万5000人。それを日本では報道されなかったんです。だから、おそらく福島はこれからね、おそらく100年なんてもんじゃないかもしれないじゃないですか。一気じゃないんですよ。ぶっ飛んだから3機あるんだから。ね、それで、この間ね、一応9月頃だったと記憶してるんだけど、労働者の被爆に労災が認定されましたね、肺がんで。こんなこと今までありません。日本で今まで被爆っていうのはね、白血病のみだったんですよ。ところがいよいよね、ものすごいことになってるの。50ミリシーベルトなんてもんじゃない。彼が言ってる通りね、すざまじい放射能ですよ。近づけりゃしないですよ。だから何も見えないですよ。そういう状況ですからね、これからあとどのぐらいかかるか、これ国は30年とか40年と言ってるけどね、とんでもないよね。僕は100年以上かかるような気がするね。皆さんが生きてる間には決着つかない、あれ。それと同時にこれを何とかしなきゃいけないじゃない。誰がやるんですか。東電の社員やりませんよ。下請け労働者たちがやるわけですよ。で、今までに62万人の、今までにですよ、登録されてますよ、被爆労働者の数が。これも報道されません。メディアっていうのはそういうものなんです。国家の後ろにくっついて生きてるしかないんですから。そうするとね、おそらく決着がつくのは、例えば、まあ、早く言って50年として、労働者今どれだけ働いてると思う、7000人が入ってるでしょ。この連中が、僕が今40数年被爆労働者を追ってきて、相当の数の人が死んできましたよね。で、62万人のうちのわずか14、5例が労災認定を受けただけなんですよ、皆さん。で、今度はまあ肺がんでも決着したんだけど、これ果たして国はちゃんと認めていくかね。やっぱり白血病だけにしちゃうか。まだ未知数ですよね。そういう意味で、まあ放射線のちもの、放射線ってものは人類とは絶対相入れないんだということをもう一度日本人がね、考えなきゃいけない時が来たんだね。これでさ、本当につくづく思うじゃないですか。だからそういうことでね、労働者がだからあと50年経ったらね、今まで僕が取材してきた連中相当の数が苦しんできたわけよね。ね、これからそういう人たちの墓標がどれだけ出るだろうか想像してみてください。日本はほぼ今僕に言わせれば潰れてるんですよ、半分ぐらい。ということで私もね、本当は行きたいの福島へ。ところが全部観光令が敷かれてるんだよ。すざまじいのですよ。そうなかったら取材に行きます、僕も。つまりどういうことかというと、もうあまりにもひどすぎるから、それを労働者たちが喋ったら大変だよね。それで脅かしをして、下請けの会社に、社長にみんな原発のことは喋るなよ。だからせっかくね、労働者の被爆ネットワークが作られてますけども、なかなか用事はありません。だから放射線のゴミね、これは小出さんのお得意のするところで、もうにっちもさっちもいかないな、そっちも。その上に今度は被爆労働者という人間を潰していかなきゃならないよね。これが原子力ですよ。僕にはそれとあと100年持つのかなって、地球が。だってこの間ね、ロシアがレーガンとアメリカと、レーガンじゃなかった、レーガンとゴルバチョフが、あの中距離弾道弾のあれをやめましょうって言って、あれサインしたんでしょ。それをロシアが破って、今度は中距離じゃなくて部分的な核兵器を作りましょうとね、大規模じゃなくて小規模の。でどんどん作ってるのトランプも知ってるわけね。だトランプなんて言ってるところ、おめえんとこが作るんだったら俺も作るぞって言ってんじゃんね。子供の見解以前ですね、これ。だから本当にどうも僕はね、
これは核兵器で戦争やったらみんな死んじゃうってからこれ世界中知ったんでしょ。そうじゃなくて僕は原発ダメになるような気がしてなりませんね。まだどこでぶっ飛ぶかわからないじゃないですか。小池さんそう思いませんか。どこの日本だけじゃなくてね、世界中にまだ400機近いのがあるんでしょ。そういうことを思うとね、なんか行く末を見ると原発で地球がぶっ飛んじゃうとね、その時どう言うんだろうと思うじゃん。なんか絶望的なことになるけどね、絶望していられないからとにかく反対していきましょう。皆さん原発はいらない、再稼働なんかもってのほかだって言ってください。あ、いいようです。